とかなんとか無事に終わりました。これが終わるとちょっとほっとしますけれども、続きまして、師匠の歌を交えまして3曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はドーナンナット、これはあの北海道の歌ですけれども、林言葉になんとなんとという言葉が入ってまいりますけれども、これはあの歌の中ではナットナットというふうに、表現されております。なんとなんとっていうお話を聞く時の相槌みたいなものですね。それから、2曲目は山